この男、許せますかね。ボーナス未返還だけじゃない。退職金ゼロ公約の川勝知事。退職金8000万円すでに受け取るということで、まあ、これは3期合計らしいんですけども、退職金も受け取らないと公約したように受け取っていたと。しかもね、例の440万円も受け取らないって言ったのに、こっそり受け取っていて、県民が忘れるとでも思ってたんですね。これね、さすがにどうしようもならない知事ですよ。知ってる限りの史上最低の知事ということになりますね。でね、 とにかくね、なんだか知んないけど、ね、学歴とかそういうのがものすごい自分は自慢らしくて、菅義偉元首相を苔にしていましたよね、秋田から出てきて、どうのこうのと言って、そして法政大学に行って、まあ、これ、夜間か何か知りませんけども。 どうもそういう人が総理大臣に近づくというのが非常に許せないということらしいんですがまあこのふざけた人間をね、もう皆さんほっといてはダメですよで。下のこの黒枠見てくださいボーナス未返還だけじゃない大処金ゼロ公約の川勝知事って書いてありますが県民激怒、給料泥棒がリニア妨害と書いてありますけどこの、ね、2つの2行の文にすべてがこれは集約されています。 これだけめちゃくちゃなことをやって嘘をつきまくって県民に対して高顔無知をね平然と貫いているこの男がですよ日本の発展を一人で妨害しているわけですリニアの妨害ですよねこれも絶対に許しちゃダメですよこんな男を もうね、散々聞いてると思いますけどね、やっぱりもう一度これ紹介しておきましょう。問題な発言ということでもう、もう問題だらけなんだけども、2021年の参院補選での応援演説で、御殿橋はね、つまり御殿橋からあこの人がね、えー、こう推薦する候補の対立候補、自民党系が出てきたんですよ。で、腰シかしかしかない、だから飯だけ食って、それで農業だと思っていると述べたことだ。川勝知事はそれなのにね、私は約束を必ず守ります、筋を通しますとしていたにもかかわらず、返上に必要な条 法令案の提出を見送り7月3日に公開された去年の所得で給与やボーナス返上していなかったことが明らかになったということなんですけどもそもそもねこれ静岡県知事ですからこれ浜松とか浜名あの辺が私は好きだからこっちは素晴らしい御殿場は腰しかしかないとだからダメだ向こうはって。 こんなことをね、まともな頭をしていたら言うと思います。普通の大学生だって分かりますよ、そんなこと言っちゃまずいというのところがね、こんなくったらない発言でもう大バカ丸出しの発言をしている人間が自分は頭がよくて賢くて学者だというプライドだけは前に出てしまっているんです。静岡県民の皆さん、 いい加減にしてくださいよ。なんでこんな男を,、ね、を投票して喜んでるんでしょうか。まあ、こういう、ね、ちゃんとした保守ユーチューバ r 系の、ねえー、サイトを見てる人というのは賢いんですけども、まあ、見ずにポカーンと、ね、こ暮らしてるだけの静岡県民の方というのは次の選挙でも落とさなくちゃだめです。これね、出てきますよ、こいつ。普通の神経だったら次の,神経あの知事選挙なんか出れるわけないんですけども、この男出てきますからね。 金を受け取ったということもどうしようもならないんですけどもやっぱり問題はリニアですよ何癖つけてリニアをとにかく一日もね遅らそうと開業を遅らそうということに心血を注いでいるとしか私には思えませんし皆さんもそう思ってるでしょうねじゃあなぜかということになると日本の発展を阻害するこれ喜ぶところはどこかということになってくるでしょうしかもこの人は学生時代に毛沢東全州を呼んで感銘を受けたと言って習近平にも 待っているんですよで呼ばれるといそいそと喜んで出かけていってうわーってもう感動しているんですよねまあ大体こんな話を考えるとってどういうことかっていうのは想像はつくかと思いますもちろん証拠はありませんけども可能性としてそういうことがあるってこと言わざるを得ませんよねそれよりも一体この人は何を基準に自分は偉いと勘違いしてるんでしょうでもう一つね気になることがあるんですけどもこいつ絶 誤解に謝らないでしょう何を言っても謝らないんですよ。で前回の,あの御殿場のコシヒカリ発言の時も私の言い方に誤解があったようだと。 そそんんんななこと言ってますよよね。ね。菅さのもうでか誤解を与える表現をしたようだと誤解じゃありませんこれ必ずねこういうこと言うんですよ誤解を与える表現だっていう時にはもう本人がもうこのような形でもくったらないっていうケースがほとんどでございますはいあのこのくだらない男ね静岡県民の皆さん早いとこ我々の視界から消し去るように力を貸してくださいお願いいたします